いい音ってちゃんと撮るっていう瞬間が一番最初インスピレーションが起こった段階で実現できたら、これ革命的に音楽作りっていうものは変わるんじゃないかなっていうふうに、思ってました。まあ、時間的にも場所的にもコスト的にも制約されてたような、音が、まあ、本当にどの場所でも気軽に撮れる、Xperia 1 Mark 4 は新しい音楽制作の可能性を開く、そんなスマートフォンだと思います。スマホ1台で今まで録音スタジオでしか撮れなかったハイクオリティな音が撮れるということを実現している機能だというふうに思っています。今パッと思いついたメロディーをその思いついた瞬間の歌をそこにちゃんと乗せられるっていうようなことが起こったら、感情的にも生き生きとしたものを最後まで残せると思いました。特に外でボーカルを取るっていうところに一番魅力を感じてます。雑音混じり、ではなくてその気持ちを乗せたままスタジオクオリティな音質で録音できたら、制約を受けずに音楽制作を進めていくことができるというふうに思っています。 Xperia は本当に再生機器としてとても優れたものだなと。なので僕らも日常的にやってる音源チェックとかっていうのがこのスマホ1台で完結できるんじゃないかなっていうふうに思ったんですけども、まあその時このクオリティが録音するという側面で得られるととても将来的にはいいなっていうふうに正直思っていました。まあ、今回はマーク4になってミュージックプロという形でこれが実現できたかなというふうに思っております。まあ、本来ならばプロだからいい機材、アマチュアだから適当なものでいいとかっていうことは、まあ、そもそもなくていい、まあ、みんなが気軽に音楽を楽しんで作れれば、まあ、もうそれに越したことはないって思います。なのでもしかしたらこの Xperia マーク4っていうのはそういう垣根を取っ払うって言ってくれるそういう存在になり得てるんじゃないかなと。